お掃除してると心まで綺麗になりそうだにゃん。はっ、にゃんとかしにゃいと。猫耳神社ようこそにゃん。ぜひ参拝していってね。やっぱりこの格好変かにゃん。このスバ。ありがとうございました。にゃん。ふう、慣れないことすると疲れるね。そろそろ休憩の時間だっけ。そうですね、今の時間帯はお客さんが少ないから、あとはアクアさんが回してくれるって言ってましたよ。じゃあ気分転換に外の空気でも吸いに行こうよ。それで一緒にお茶しよう。え、いいんですか。やったー。それじゃあ私がご馳走しますね。はぁ、まさか喫茶店の店員をやる羽目になるとはね。しかも語尾にニャッとかつけなきゃいけないし。やっぱりちょっと恥ずかしいですよね。にゃー。あれ、こんなところに猫が。どうしたのかしら。もしかして餌でももらいに来たのかな。残念、もうご飯なら食べちゃったよ。この格好をしてるとちょっとだけ猫の仲間になった気がするね。猫の仲間。あ、もしかしてこの格好をしてる今なら猫とお友達になるチャンス。え、ちょっと急にどうしたの。あの、私ユンユンっていうの。にゃん、よろしくお願いする。にゃん。伝わってないような気がするけど、うん、そっとしとこ。このスバ